足を細くしたい人におすすめなスクワットです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの15回、簡単に足を細くできるハーフワイドスクワットというのを紹介します。まあ実質には5回3セット行う形になります。まず最大のメリットとしては、ワイドスクワットはですね、しっかり股関節から足が広がらないと行えないエクササイズなんですけども、体が硬い人でも今回は足を細くするためのワイドスクワットが行えます。負荷が高いので少ない回数でしっかり効きます。メリットとしては、内転筋にしっかり効きます。足を細くするためにはですね、大腿四頭筋を鍛える必要があるんですけども、その中でも体の硬い人はですね、内側と外側に効いてしまってムキッとした足になってしまいます。で、今回のエクササイズは内転筋メインで効くので、足が太くなりにくいです。で、簡単に行えますので、体の硬い人、足を細くしたい人におすすめなエクササイズです。で、デメリットとしては、しゃがむ際の角度が違うと内転筋ではなく内側広筋という部分に効いてしまうので、ムキッとしてしまう場合があります。で、負荷が高いので、もしかするとですね、しゃがんで立つことができない方もいるかもしれません。床が滑るとですね、難しいので、床が滑らないところで行ってください。では、やり方を説明します。はい、まず通常のワイドスクワットというのですね、しっかり足を開いて、つま先を開いて、体が前かがみにならないようにまっすぐ行うスクワットです。これもですね、足がこのように広がらずにこうなっちゃう人、180度開かずに足が100度ぐらいしか開かないよって方は、このままスクワットを行うと、もちろん内転筋も効くんですけども、内側広筋に効きます。なので、膝の上がですね、ムキッとしてくる場合があるので、できれば今回のスクワットがおすすめです。ハーフというワイドスクワットなんですけども、足が開けれない人はですね、片方つま先まっすぐ向けて、片方は開いて、これでしゃがむんですけども、こっちにしゃがむんではなく、下にしゃがみます。真下にしゃがむ感じです。で、ここを効かしていきます。これを5回、反対も曲げる方のつま先は開いて、両方開くと難しいので、片方はまっすぐです。片方は開いて、こっちではなくって、下にしゃがむ感じです。膝があんまり向こうに行かないように、こっちに行っちゃうとランジになってしまいますから、このまま真下にしゃがむ感じです。で、ここを効かしていきます。これは左右5回ずつ3セット、計15回ずつのスクワットになります。手は頭の後ろで、体はできるだけ前かがみになってしまうとここに効くので、まっすぐ降ります。では頑張っていきましょう。片方は開きます。片方はまっすぐです。いきます。1、2、3、4、5。で、反対、1、2、3、4、5。はい、2セット目、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。はい、ラスト、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。お疲れ様でした。どうでしたか？内転筋にしっかり効いた感じありますでしょうか？この部分ですね、この部分、ここをしっかり効かしていくとですね、大腿四頭筋でもですね、内側広筋とか外側広筋をあんまり使わない足になってきますから、ここがね、ムキッとあんまりしないようになってきます。足がね、スクワットすると太くなっちゃうよって方は、今回のハーフワイドスクワットがおすすめです。ということで、おさらいなんですけども、最大のメリットとしては、体が硬い方でも内転筋に効かせられるというところです。やはり両足広げるのが難しい場合はですね、片方だけ広げて片方ずつ効かすということが足痩せにおすすめです。負荷がね、片足に体重がしっかり乗ってますから、割合としては7対3とか、ああいう割合でスクワットしてる方の足に体重が乗ってますから、負荷がしっかり高い
で、ピンポイントでキック。少ない回数で簡単に行えて、足が太くなりにくいエクササイズになります。動きの幅がちっちゃいですから、まあ、もしね、もうちょっと効かしたいなって方は、10回3セットとか、15回3セット行うのもありです。これは太くなりにくいエクササイズになりますので、まあ、しっかりね、回数を行って効かしてください。ということで、本日は足痩せにおすすめなハーフワイドスクワットの紹介でした。勉強だった方、頑張った方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。SNS されてる方は、ぜひぜひシェアして、タートルの宣伝になってください。本日もご視聴ありがとうございました。